はい、こんにちは、ビッグボーイとアイアンマンです。うん、それダブルアイアンマンなんだよね。ちょっと僕のこの鉄の装備つけた時の顔めっちゃ怖いんだけど。ほっぺ赤赤くなってるけど全然赤くねえよこいつ。俺普通の人になったんだけど。テニスプレイヤーわかんなかった。今回はね、予告した通り、キノコシチュー問題を解決したので、地図をね、はい、持ってね、マッピングに冒険に行こうかとね。船作っとくか、はい、船。ちょっと二人も船作るわ。準備が悪いな。早く作っとけ。うん、いいじゃん、鉄装備を作っただけでだいぶ準備がいいよ。でも悪くはない。小麦はいらないかな。船は予備作んないよ。は？作るか。船こそ必要だろ。はい、二つ。はい、へい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 。はい。Thank you。さあ、キノコシチューも持ったことだし。さあ、ということで。で、ベッドも持ったので、ちゃんと祭壇用も確保できてるので。じゃあ、まずどっから行こうか。このマップをまあ開拓し始めて、まあまあだつけど、まだね、全容を知らないわけですよ。全く俺らの場合ないからね。キノコバイオム付近が海洋だってことは分かってるので、こっちの方行ってみようか。いいでしょう。行け。下の方に沿って行こう。ジャングルだからね、下の方全部。うん、だからここにね、猫がいるかもしれないから、猫もいずれ犬と同様飼うことが。猫は何？魚？魚だっけ？てか猫が魚食うのって日本だけなんですよ。そうなの？魚食う風潮あるの。そう。へえ。なんかそれの元が全部サザエさんらしいけどね。サザエさん？うん。ガチ。へえ。サザエさんの第1話ではネズミを追いかけてる描写しかなかったけど。なんか、らしい。サザエさん、最初のカツオがいい点数取るみたいなんじゃなかったっけ？ああ、そうだわ。すげえ、バイオレンスだもん。初期。バイオレンス。バイオレンスサザエさん。いや、だって初期は本当にバイオレンスサザエさん。お、すげえ、あ、なんだこれ。なんか、剥き出してるよ、ここ。ほんとだ。牛すんげえとこにいる。牛が、お尻丸出しだけど。ちょっと覗いてみよう。あのね、押しっていう。あ、待って、あれ。ここ割れ目じゃね？土か、あれ。土じゃないよ。あ、土か。割れ目じゃね？廃校かと思ったんだけどな。廃校ではないでしょ。廃校ではないか。うん。こんな見えないでしょ、廃校。見え方によってはちょっと土が木に見えちゃうんだよね。わからなくもない。さあ、もうこの辺が端っこなんだけども、行けども行けどもジャンゴーだな。ほんとジャンゴーだな。ちょっと、こちらに進みますか。なんか我々のいる平地がね、結構いろんなバイオームに囲まれた平地で、木々が少ないというところなんで、うん。あ、猫いた。本当だ。でも魚がない。俺も持ってないんだよな。魚釣り大好きなんだけどな。後々ね、魚釣り動画出すわ。魚釣り動画とか、前回の牛より地味なことになるぞ。お、狼じゃん、俺の。お、狼じゃん。うん、狼といえば、あ、骨置いてきちゃった。そう。もう俺一匹いるからいいけどさ。わ、なんか随分穴ぼこだらけの。何これ、ちょっと入りたくないね。山岳だな。え、ちょっと入ってきてよ。映してるから。いいでしょ。お、かぼちゃある。え、かぼちゃ？おー、かぼちゃだ。また取ろうぜ。かぶろう。まあ、剣で取っちゃってるけど。おぉ。まあ、剣じゃなかった。キノコ室。さあ、あれ、穴どこ行った？穴どこ行った？え、穴上にあるよ。めんどくさい行くの？いいや。え、資料。は？あー、ここ、こっちか。入ってくるわ。かぼちゃを回収。てててん、てててん。もうちょっと暗い。よし。なんで誰も見てない画面で俺が一人で感じですね。いや、あの名前が動いてるからちゃんとどの辺に。何もねえんだよ。あの下から入ってったら、あの上の穴から顔出してくるとかを期待してたのに。ないわ。残念でした。はい。続きましょう。続きますか。かぼちゃをゲットした。言うてね、かぼちゃそこまでね。かぶる。かぼちゃ必要だろう。必要か？まあ、かぼちゃのケーキ作れんだぞ。あれ？かぼちゃのケーキなんてあったっけ？卵と。いや、それはリアルでしょ。え？あるよ。
え、マイクラで？うん。トウキビ？トウキビ？トウキビ？かぼちゃのケーキあるはずだよ、確か。え、あるな、すんだの？砂糖キビと、砂糖と卵と。へぇ。昔作ってた記憶あるの？それは、ちゃんとこちらのバージョンにもあるのかな？うん、それが謎だけど、多分あるね。なかなか地味なところだけど。いや、冒険だよ。まあ、いい。おぉ、クリーパーが。え、クリーパー？クリーパーが開けたのかなってこと。このかっこよくの滝みたいなの。すげえ。じゃあちょっと この辺で一旦祭壇作りますか。作って。作るからちゃんと横から登ってね。あ、自分で土積み上げて登って。よし。ほぼかよ。しゃあないね。おやすみ。よし。すごい絵だな、これ。おやすみ。あ、なんだこれ、お前が、あ、違う。自分の顔が映ってた。ちょっと、なんだこれ。なんだよ、これ。よし、朝だぞ。回収だ。おはよう。さあ、行きましょう。今日も元気に。もう割と始まる来たね。うん。全部壊してくの。体罰だけ回収でいいだろう。なんだよこれ。芸術だよ芸術。どこが芸術だよ。ここくぐったら何かあるんですか。あるよ。身長が伸びるっていう。なるほど。それあれか。ドラえもんの。なんかあったよそんなの。ドラえもん知らないんだよな。スモールライトじゃない方の需要がない方っていう。なんか需要がない方。すごいな、これ。なんだこりゃ。この地形気持ち悪いな。キモ、これ。なんか、TNT で暴れまくったよな、とになってる。ね、クリエイティブで。昔やったわ。暗。怖。向こうはまだ雪原バイオームですかな。やばい。また空いてきた。キノコ室全然回復しねえじゃん。いや、それは無限に取れるから。あ、雪原じゃないや、草原のバイオームが見えたかも。草原バイオームね。湿地帯だな、ここは。てか、もうそろそろ上に行かなきゃダメじゃね。そうだね。うん。この辺もなかなか拠点にするにはいい場所かもしれない。木が豊富にあるな。向こう側ね。なんかどっか村でもあってもいいと思うんだけどな、そろそろ。村欲しいね。じゃあちょっとこっちの方をまっすぐ進んで。とりあえずね、細かいところバンバン行っててもね、面白みがないから、とりあえず縁取りをしていく感じで、地図の周りを埋めていこうか。船を、あ、豚がいる。豚がいるならば、焼くと。ヒューチー氏あるんですよ。豚もいるね。ヒューチー氏があるんですな、僕は。焼き豚だー。よーし、わた、あーちーちよし、かわいそう。ふっ、いえー、お前は攻撃そうで怖いね。どっちへ。さて、じゃあこの辺から船でも使っていきますか。この辺から使うの。だって予備あるしね。そんなにないかこれ。海まだ歩いて行けるか。うん。下に使ってすぐ壊れるのやだしさ。じゃあ使っていくか。いや、まだ行ける。さあ、まだ行けんだけど、そこに豚が。俺が食料がいるね。待て。ふっふっ。ああ。おい、待て。一匹逃げた豚がいるぞ。よし。あいつはいいだろ。あいつは生かしておいてやろう。殺すのは最後にしてやる。もうここなんだよ。来ねえよ。こ
こ木が豊富にあるな。てか木がないとこなんて俺らの拠点ぐらい一切。いや、そこは何なんだろうね、なんか。本当に木ないよね。我々でまあだいぶ増やしたりはしたけど。何この十字架。海底遺跡ないの。何この十字架。十字架本当だ。下行けないの。何もないよ。掘ってってみろよ。掘らないよ。キリストがいたかもしれない。村かなんかないと、動画としても面白くない。面白くない。ここに穴ある。え、我々のトークのね、トークのあの、もう切れがないからね、サザエさんのところで終了してるよ。またジャングルだ、ここ。あっちもジャングル。超、見渡す限りジャンゴーだ。右の波が雪原ですね。ジャングル多くね？ジャングル多いな。村は？てか砂漠なくね？いや、砂漠はね、あの、キノコバイオームの付近にあったはず。あ。でも、ジャングルにもね、遺跡が、なきにしもあらずなので。で、砂漠の方がある。僕はあの、ソロプレイで、解説動画を作っていた時には、あの、ジャングルでダイヤモンドを見つけたよ。こう。穴ある。穴？これ抜けれるじゃん。いやー、ジャングルしかない。あ、遺跡あった。どこや？こっち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 。お前どこや？こっちや。後ろや。ここ、ここ、ここ。ほら、遺跡。ちょっと待ってね。感動を共有するのにちょっと時間かかるわ。コケ石もあるよ。よいしょ。見えた？ほんとほんとほんとだ。ぶちゃぶちゃ入ろう。で、トラップがね、時々あるので、気をつけて。おぉ、俺初めて見たかも、遺跡。嘘。ね、トラップがどっかこの辺入るとね、ここにレバーがあるんだよね。お、このレバーとりあえず置いといて中を、あ、待って、あのトリップワイヤーがある。ほら、ここにね、矢が仕掛けられてるんですよ。でも、はい、ちょっと持てないもの多いな。ちょっと不要なものしまっていこう。チェストあるじゃん。俺なんでこんな剣持ってんだ。チェストの前にもしっかりね、レバーが置いてあるという。なんで勝手に見てんの。これチェスト見えるんだよ。見ちゃった？いや、見てないよ。見たよね。見たよね。見てない。じゃあちょっと君が先に見てリアクションしてくれるかな。いいよ、はい、なかなかいい。おなんだよこれ、ゴミじゃねえか。いやでもまだあっちにレバーの方があるからね。レバーなんの？ね、なんかいろいろやったらちょっとこれ置いてこいらないや。おお、骨はいるだろ、骨だけもらってこう。どうしたらいいんだっけこれ。ゾンビ肉とか。誰だよ入れたの。なんかどっか開くような音がしたんだけど、これなんかやったらね、どっか繋がるはずなんだよね。そうそう。どうだっけ？上とかじゃなくて、この下が？いや、覚えてないんだよな。どこだっけな。ちょっとレバーいじるから周り見ててくれるかな。いいと思う。これどっか開いてる音するけど。ね。どこだっけ？ちょっともう無理っくりどっか掘っちゃえばどっか繋がんのかな。だってこれ後ろ掘ったらなんか、あ、ごめん。いいでしょ。あ、あった。さあ、ありましたよ。僕はダイヤモンド。俺がまた見て。そうそうそう、見てみなさい。いいよ。おーや。見るぞ。見るぞ。見るぞ。ほっ。あ、まあ、サドル。
サドルがあるから、うん、金か。そうなんですよ。まあいいでしょう。それだけもらっとこう。お前サドルと金よろしく。ちょっとまださ、アイテムのさ、枠ある？そっち。ちょっといらないものし、いらないものしまっていこう。サドルと金は持ってって。ゾンビ肉が一個だけある。ちょっと粘着ピストンレアかもしんないから、レアっていうか、持って帰っとくか。ゾンビ肉食っちゃおう。固形石も少しだけ持って帰るかな。いやー、僕の時はダイヤがあった。もう、暗いから寝ようぜ、ここで。あ、じゃあそうしよう、こっち来い。俺、これ寝よう。よし。おやすみ。おやすみなさい。なんでそんな微妙なのかね。